今から40年前の1978年5月20日、新東京国際空港が開港。翌5月21日より運航を開始しました。以後1988年3月には開港以来の航空旅客数が1億人を達成。それとともに旅客ターミナルビルや滑走路の拡充が図られました。2004年4月1日成田国際空港株式会社が発足。空港の正式名は新東京国際空港から成田国際空港に。成田空港は周辺地域の方々、自治体や航空会社など多くの皆様との交流、そしてご支援ご協力のもと、安全性とサービス品質を常に追求し続けてまいりました。こうした取り組みが実を結び、さまざまな賞を受賞。今後さらに増加が予想される世界中のお客様をおもてなしの心でお迎えするとともに、誰もが安心して快適にご利用いただける空港づくりを目指して、新たな取り組みを進めている成田空港。国内空港初の到着時免税店のオープン、ビジターサービスセンターの新設、より快適な空港づくりに向けたユニバーサルデザインの推進、現在最も力を入れている成田空港のさらなる機能強化において、地域のご理解ご協力を賜りながら、空港と地域双方の発展を目指して、真の共生共栄の実現に全力で取り組んでいます。誕生以来、関係者の皆様の力強いご支援に支えられ歩み続けた40年。そして今、成田空港はお客様に世界最高水準と評される高品質な空港を目指して新たな歩みを始めます。感謝を込めて皆様と共に。